皆さん、こんにちは。2023年9月26日、国立代々木競技場で行われたバレーボールのパリオリンピック予選女子東京大会。最終日にブラジルにフルセットの末に敗れ、あと一歩だった今大会でのパリ切符は獲得できないという結果に終わりました。リベロを務めた西村みなみ選手は、試合のすごく大事なところでのミスで流れを変えてしまったと自分を責めてうつむいていました。こらえていた悔し涙が頬を伝っていました。悔いばかりが募っているようです。ブラジル戦の最終セット10対12の場面、相手の強烈なサーブを受け止めきれなかったのです。2連続でポイントを奪われていただけに、勢いづく相手の流れを食い止めたいシーンでもありました。敗れた23日のトルコ戦でも2セット目に同じ状況で切り替えたんですけど、最後のセットなどで同じことをやってしまった。勝敗が分かれたと振り返っています。今大会5試合目のベルギー戦からはトルコ、ブラジルと続きました。オリンピック切符を争う相手との勝負の3連戦では誰よりも苦しい役目を担っていたと思います。相手のサーブ時にコートに入るレセプションリベロ、万全の体勢で放たれるサーブを的確にレシーブして自チームの攻撃につなげていく、極めて重要かつ厳しい役回りだと言えます。野球のリリーフ投手のように成功は目立ちません。しかし失敗は大きくクローズアップされる立場でもあります。サーブのレベルも格段に高くなる強豪国との3連戦に向けては絶対に必要な役目でした。真鍋政義監督はサーブレシーブは西村が安定していると昨季の V リーグレギュラーラウンドでサーブレシーブ返球率の日本人最高記録をマークした実力者に託した形となりました。ただ思うようにはいかなかったようです。ネーションズリーグでは準々決勝を含む13試合のうち10試合で先発のコートに立ちました。それだけに目指していた形とは異なるオリンピック予選にもなったようです。苦しい中でもコート上で懸命にベストを尽くしました。チームのためにコート外でもできることは何でもやったと言います。福留選手のサポートというか、やっている人と外から見る人は感覚が違う、外からの情報を伝えていこうと意識していたと献身的なサポートも欠かしませんでした。パリオリンピックの切符獲得には届きませんでしたが、貴重な経験を積んだことは間違いないでしょう。一度現役から退いた上で復帰した久光では当初アタッカー登録でした。優れていたレシーブ力を高く評価されてリベロとして一気にブレイクを果たしましたが、転校してからまだ1年に満たないと言います。来春のネーションズリーグに臨み、世界ランキングでのオリンピック行きを目指す日本にとってまだまだ大きな伸びしろを持つ西村みなみ選手の存在は大きいと言えるでしょう。いろんな壁にぶつかりながら、いろんな研究をして来年にしっかりつなげていきたい。久光での新シーズンは悔しさを糧に大きくレベルアップを目指す時間ともなるでしょう。来春も日の丸を背負って、今度は嬉し涙を流す姿を見たいものです。さて、そんな悔しい思いをした西村みなみさんの私生活に触れてみたいと思います。西村みなみ選手は2000年3月23日生まれ、福岡県久留米市の出身です。現在 V リーグディビジョン1の久光スプリングスに所属しています。 V リーグでのポジション表記はアウトサイドヒッターとなっていますが、久光スプリングスでは主にリベロとしてプレーしており、日本代表でもポジション表記はリベロとなっています。3人兄弟の次女です。小学2年生の時、父母がバレーと監督をしていたことをきっかけにジュニアチームに入団しバレーボールを始めました。高校時代は東九州龍谷高等学校でリベロとしてプレーしています。高校3年時に全国高等学校総合体育大会で優勝を経験しました。2018年2月2日岡山シーガルズへの入団内定が発表され、同年6月9日ベトナムのバクニンで行われた第19回アジアジュニア女子選手権大会に選出された経歴があります。西村みなみ選手は今年2023年女子バレー日本代表として三大大会予選に初出場ということで注目されていました。西村みなみ選手が可愛いと評判で結婚はしているのか、彼氏がいるのかといった疑問があるため、ここからはプライベートな一面も調べてみることにします。西村みなみ選手が可愛いと評判ですが、所属されている久光スプリングスの公式 YouTube では楽しそうな選手たちの一面を積極的に紹介しています。西村みなみ選手は試合中と違い、
髪の毛を下ろしてダンスしている姿が印象的でとても可愛いです。高校時代からの同級生である西村みなみ選手と中川美優選手の仲睦まじい姿や笑顔あふれる可愛い姿もたくさん見られます。西村みなみ選手にはバレーボール選手として素敵なプレーを見せてほしいですが、コート外での姿もたくさん見せてほしいものです。西村みなみ選手の X やインスタなどの SNS ではバレーボール姿以外にも私服姿などなどプライベートな一面も見られます。ところで西村みなみ選手は結婚しているのでしょうか。調べてみましたが、西村みなみ選手が結婚しているといった情報は現時点ではありません。また西村みなみ選手に彼氏がいるといった明確な情報も現段階では見当たりませんでした。西村みなみ選手は現在23歳でプロのバレーボール選手として活躍していますが、2021年の21歳の時にを一度プロを引退されています。この時に西村みなみ選手は結婚が原因でプロを引退したのではないかというふうに思われた方も多かったかもしれません。実際には西村みなみ選手が後のインタビュー記事で、お母さんが病気のため家族と過ごす時間を持つために引退したと答えられています。このことから西村みなみ選手は結婚が原因で一度プロを引退したというわけではないことがわかります。また笑顔が可愛い西村みなみ選手の男性の好みについて気になるので調べてみました。西村みなみ選手はシンプルに男性の好みは優しい人が好きだと述べています。また西村みなみ選手は好きなタイプの男性の容姿について言及していませんでした。西村みなみ選手は人柄を重視されているかもしれません。2023年9月6日に放送された IT でも西村みなみ選手が特集されています。パリオリンピックの出場権をかけたバレーボール日本代表の戦いが間もなく幕を開ける、選手たちのもう一つの顔に注目したというテーマのもとに取り上げられています。所属する佐賀久光スプリングス株式会社の TikTok、 それを見ると音楽のリズムに乗って楽しそうにダンスを披露する日本代表の守備の要西村みなみ選手の動画からは彼女の天真爛漫さが伝わってきます。そんな西村みなみ選手の奥にあるもう一つの顔は家族の守護神といった一面だといいます。高校卒業後 V リーグデビューを果たしアタッカーとして活躍した西村みなみ選手はプロ3年目の21歳で突然引退を発表しました。その理由について西村みなみ選手は次のように話しています。お母さんの体調が良くなくて家族の時間を一緒に過ごしたい思いがその時にできてバレーを一度やめようと決めましたと述べています。西村みなみ選手が引退を決めたのは重い病気を患い手術を受けることになった母直美さんを支えるためだったとしています。母直美さんは次のように述べています。娘はとにかく心配だからそばにいるとバレエをやり尽くしたともまだ全然聞いてないんですよね。だからもう一回どこででもやってくれたらなってもう一度バレーボールをしてほしいというのが母直美さんの本音だったようです。無事に手術を乗り越えた母直美さんの思いがその後の西村みなみ選手の背中を押しました。引退から1年で現役復帰を決断を下します。守備の要リベロに転向すると復帰から3ヶ月後にはサーブレシーブ成功率 74.8% の日本記録を樹立しました。さらに復帰後の活躍が評価され2023年日本代表に初めて選出されています。娘が日本代表に選ばれて母直美さんはもうびっくりが最初でね、嬉しかったです。この場に戻ってくれてよかったなと思いますと喜びを隠しきれない様子でした。西村みなみ選手の応援団長でもある甥っ子の春真くん1歳、家の中で西村みなみ選手と一緒に応援の練習をしているとき春真くんの顔は笑顔いっぱいだそうです。家族を守るために一旦はコートを離れた西村みなみ選手、今度は日本の守護神としてパリオリンピックの大舞台を目指しています。家族みんなで応援してくれている気持ちは強いと思いますし、今までの恩返しじゃないですけれどこういう舞台でプレーできる姿を胸張って見せたいですし、感謝の気持ちだったりをプレーで表現できたらいいと思いますと意気込みを語っていました。予選では残念な結果に終わってしまいましたが、
まだ終わったわけではありません。家族の絆、お力に日の丸を背負う選手へと成長した西村みなみ選手に注目です。いかがだったでしょうか。今回は西村みなみ選手について深掘りしてきました。日本国民の期待と同じくらいの比重で家族の期待を背負ってきていたことがここまで調べてきて分かりました。家族の病気に立ち向かうために自身のキャリアを一度は中断するという重大な決意をした西村みなみ選手。逆に復帰してからちょっとやそっとではへこたれなくなったと周りは評しています。西村みなみ選手のエネルギーの源は家族であることに今後も変化はないのでしょう。今回の予選の悔しさをバネに今後の活躍に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。